から関連質疑の申し出があります太里君の持ち時間の範囲内でこれを許します渡辺総君立憲民主党の渡辺総でございますまず旧統一協会の問題森山大臣にお伺いをいたしますこの間大臣の答弁迷走しております朝日新聞や週刊新庁で指摘されている2021年10月の旧統一協会 関係団体主催の会合、予算委員会での答弁は、覚えていないが、うすうす思い出してきたになり、今度は正直覚えていないと、変遷をしています。本当はどうなのでしょうか、正直覚えていないが本当なら、うすうす思い出してきたというおとといの答弁は虚偽だったのでしょうか。まさかとは思いますが、本当は最初から出席も覚えているし、この国政報告会が旧統一教会の関連団体ということも、 分かかっていいいたななどととうことはないですかねまた推薦書を取り交わしたことについての認識もいかがでしょうか、お伺いします文部科学大臣、森山正人君、えー、はっきり覚えていないというのが、私の今の認識でございます。あの一昨日今、写真がまあ提示されまして、そうだったかもしれませんというふうには申し上げましたけれども、 明確ありませんえー、そして今おっしゃられた、ご指摘を受けましたあ、えー、協定書ですか、これについて、えー、サインをしたということについても、覚えておりません。 その推薦書をもらう前提として、協定書にサインをしているはずではないかと言われましたので、ひょっとするとそうかもしれませんが、覚えておりませんと、そう申し上げたつもりでございます委員長渡辺総君、まあ今の答弁聞いてますと、正直覚えていないというのは事実と違うわけですよね、うっすら覚えているぐらいというのが、正しい認識のように聞こえました。こここのの間です、ね、ずっっと気にになってていいるんですが森山大臣この件についてこう 災難に見舞われたみたいな空気感を醸して、ご答弁をずっとされていますけれども、災難なのは国民ですよ、これから文科大臣が先頭に立って解散請求をめぐって、旧統一教会と対峙しなければならない、そういう時期にですね、その大臣の正当性に疑義が生じているんですから、災難、迷惑を被っていうのは国民ですから、そ,そこはぜひ勘違いをされないでいただきたいというふうに思います。総理に伺います 今回、森山大臣は、旧統一協会の関係団体と政策協定のようなものを結び、推薦書を受け取っていたこと、その可能性があります。少なくともその状況を否定できないという状態にありますま。推薦書を交わすという関係がどのようなことかというのを少し客観的に考えたいと思うんですが、朝日新聞の2022年10月の報道によると、旧統一協会関係団体から、 えー、推薦確認書を求められた議員というのが朝日新聞の取材によると衆参で5人確認されたというふうに報道されています自民党の議員の皆さんは衆参で約370人を超えるわけですからまあその中でたった数人というような状況の話でありますこれは極めて得意で極めて特別な関係というふうに言えるのではないかというふうに思います総理はこのことまあ推薦書を交わしたという経緯があったということですねを 森山大臣がそういう経緯があったということを、当時ご存じであったら、つまり森山大臣がきちんと自民党の調査で、このことを明らかにしていた場合でも、総理はよりにもよって、文部科学大臣に森山正人氏を任命されたのでしょうか内閣総理大臣、岸田文雄君、えー、旧統一教会および関係団体との関係については、 過去においての関係を点検、報告した上えで、その新たな点接点が判明した場合には、そのつど説明責任を果たす、そして未来に向けて関係を断つ、これを徹底するというのが自民党の基本的な考え方です。この方針について、大臣に任命するそのときに、 この方針を確認し、えー、そ,のそ,のその時点で、えー、この当該団体と関係を一切持っていない、これを前提として、えー、この任命をした、えー、こういったことであります。ですから、その時点、えー、その今のルール、今申し上げたルールに従って、過去については新しい、えー、この点が指摘をされたならば、その都度説明をする。 えー、そのルールに従って、えー、この対応していただくのが前提であると考えております渡辺総君あの聞いたことに答えていただければと思います今のは経緯であって、知っていたらどうだったのかということですよ、推薦証をもらうというのは、普通の関係よりも深い関係ということなわけです、そのことを総理は結果として、この間の報道が出るまで知らなかったわけでしょう、言ってみれば、悪意があったかどうかは分かりませんが、騙されていて任命をしたのと同じ状況にあるということですよ。 結果から見ればそういうことになるわけです。だから、今の岸田総理の反応であれば、自民党の皆さん、違うとこへ出てますが、じゃ言わなければ、正直者がバカを見,て見るみたいな状況で、大臣の選任が行われる可能性もあったということではありませんか、質問してません、まさかとは思いますが、森山大臣は岸田派に所属をされていらっしゃいましたよね、だから守るなどということはないというふうに信じたいというふうに思いますが、総理は金とポスト、 これが派閥の問題だから、派閥政治から脱却するとおっしゃってるわけですよね。同じ派閥にいらっしゃった森山大臣だから、守るような対応を今なさってるってことはありませんか内閣総理大臣、岸田文雄君。同じ派閥だったから、守るなどということは全く考えておりません。先ほど申し上げたルールは、自民党として、自民党の所属国会議員全体に当てはまるルールとして、確定したものであります。そのルールーについて すべての国会議員に、えー、当てはめ、そして大臣の任命にあたっても、この点を確認し、そして任命の時点で、えー、この関係はない、立っているということを前提に任命をしたわけであります。えー、そして、先ほど申しましたルールに従って言うならば、その後、新しい、まあ、接点が指摘をされたならば、それに向けて、その都度説明をしていく。 まあこういった説明責任を果たしてもらうということが重要であると考えています渡辺理君、まあ。ルールに沿って対応しても結果、真相が分かっていなかったということを国民の皆さんがどう判断されるかという問題だと思いますので、まあ、岸田総理がルールに沿っているから構わないんだというならば、それは国民の皆さんがに判断していただくしかないだろうというふうに思います。質問にいきますが、森山大臣は旧統一協会の関係団体から推薦を受け、 旧統一教会と連動する政策的、社会思想的方向性を代弁するという立場を取られた可能性があるわけですね。えー、非常に、ちまたでは統一教会代弁大臣などという残念な言葉もあるというふうに聞きましたけれども、本当に残念だというふうに思います。少なくとも、その疑いを今森山大臣は自ら払拭することができないという状況に陥っているわけです。総理、今月二十二日には、 旧統一協会の解散命令請求の手続きの一環で、東京地裁において、国、教団双方の審問が始まります。解散請求において、森山大臣は、申し立て人の立場にあるはずです。うだ申し立て人というのは、国の立場、利益に、一点の曇りもなく、国との立場、利益を代表しなければならないという立場です。そ,うだその立場の方が、相手の支援を受けていた、というようなことは、 絶対にあってはならないことだというふうに思います。その恐れ、可能性があるのであれば、申し立て人から排除しておくというのが、どう考えても懸命な選択だというふうに思います。これ、訴訟の関係で言えば、弁護士倫理規定でいうところの利益相反の考え方と同じではないでしょうか。総理、森山大臣は、旧統一協会との関係をですね、 関係があった可能性を客観的に今、否定しきれないという状態に陥っています。政権にとっても、解散請求にとっても、国民にとってもリスクでしかありません。現時点で肯定すべきだと思いますが、いかがでしょうかう内閣総理大臣、岸田文雄君。あの、過去について様々な指摘を受け,受けているということでありますが、少なくとも任命時点から、えー、現在、そして未来に向けて、 関係は一切立っているということが大前提であるということを申し上げています。過去そういった接点があったとしても、今は完全に関係が,が立たれている。これが前提だと申し上げています。この、えー、解散命令、えー、請求についてはあ、昨年10月、まさに森山文科大臣によって請求が行われました。手続きが大きく進みました。 そして裁判所における審理への対応について、この所管の,この省庁が対応しているわけでありますが、これ、解散請求に対する審理、これは提出された資料に基づいて、裁判所が行うものであり、裁判所において適切に行われるものであると認識をしております渡辺総あの推薦をも君。 たかどうかもよく覚えていないというようなことしか説明できない状態の大臣なんですよ。大臣が申し立てを行ったことを総理強調されますが、その時点で今出てる事実は総理ご存じじゃなかったじゃないですか。それもわからないような状態の方が申し立てになっている、この国の状況が問題じゃないかと申し上げているわけです。それで、えー、総理は閣僚の不祥事や辞任があるたびに、任命責任を重く受け止めると繰り返し、 政治は結果責任だといつもおっしゃいます。今年は予算審議も日程が例年より苦しいです。旧統一協会の問題の裁判所での審問も動き出す状況です。こんな時期に政治的混乱を長引かせて国会審議を空転させるようなことがあれば目も当てられません。早急に判断すべきではないですか。これ以上混乱を長引かせることは総理の責任ですよ。決断の時期ではないでしょうか。内閣総理大臣、岸田文雄君。 あの過去について、まあ、ご指摘をいただいているわけですが、あこの任命時からの今の時点、未来にかけて、この森山文科大臣は、統一教会および関連団体の関係は完全に断、えー、たれている、遮断されている、これが、まあ、前提であります。えー、過去に、えー、この接点があったとしたならば、それについては、 え説明責任をしっかり果たしてもらう、えー、これは当然のことだと思いますが、今のこの職務に関しては、今申し上げたま整理をしています。えー、森山大臣、えー、解散請求、えー、解散命令請求、えー、これをこの自らあ昨年10月、えー、行ったわけでありますし、えー、ぜひ、この裁判所において、この審理が進みよう、政府を挙げて、 こ,のこうした取り組みを、取り組みに協力をしてまいります渡辺総君過去の生産をしっかり説明しきらない大臣にですよ、未来うんぬんという話を今、総理おっしゃられても、誰も国民の皆さん信じないですよ、推薦もらったかどうかも知らない、会合に出たかもわからない、それが今、国民の皆さんが受け止めている実態ですから、それ踏まえて対応するようにしてください、この写真なんですか。 次の質問に移りたいと思います、えー。自民党派閥のいわゆる裏金問題について伺います。派閥からパーティー券を販売した資金のキックバック、または中抜きをしていた疑いを持たれている議員の皆さんの収支報告書の訂正が相次いでいます。7日の予算委員会で我が党の後藤祐一議員が指摘をしましたが、改めて確認したい問題があります。パネルをご覧ください。このパネルは自民党の前政調会長、安倍派所属の萩生田光一議員が代表を務める、 自由民主党東京都第二十四選挙区支部の令和四年分の収支報告書を抜粋したものです。時間がないので詳細な説明を省きますが、収入の部の収入の総括表部分、収入総額も不明、前年度繰り越しも不明、支出総額も不明、翌年への繰り越し額も不明です。さらに、支出額を示すページにも、不明、不明、不明のオンパレードです。 ちなみに令和2年分、4年分から4年分の間、ほぼ同様の訂正がなされています。これは衝撃的な中身です。こんな記載が許されるのであれば、政治資金収支報告書、何でもありという話になってしまいます。総理、いかがですか、こんな収支報告は通用するんですか、政治資金規正法の目的をしっかり果たしていると言えますか。内閣総理大臣、岸田文雄君。えー 政治,資金政治資金収支報告書の記載については、確かこの予算委員会の審議の中で、総務大臣から答弁があったと思います。この修正するにあたって、正確な数字を記載しなければいけない、これは当然のことでありますが、数字が確定するまでの間、 この不明という形で訂正をすることはありうるという説明が確か総務大臣からあったと思います、そして後日、そうした数字が確定したならば、その数字を記載することはありうる、これが基本的な、一般的な考え方であるという説明が総務大臣からあったと記憶しております。 渡辺総君申し訳ないですが、私どもが例えば記者会見で説明をされた中身とを聞いている限り、確定することが無理なような状況を作り出したから、こんなところになってるんですよね、総理、それを総務大臣がおっしゃったからというのであれば、総理、きちんと自民党の中に指示をして、いつまでに不明などという記載は残さらないように、きちんと訂正を、再訂正を行えという指示をはっきり出すべきじゃないですか、<laughs> それが大臣、岸田文雄君。大臣 それは本人が修正した報告書であります、これは本人の責任でいつその宿命を訂正するのか、それは判断する、これは当然なことであると考えます渡辺総君だから本人の責任でしっかりやれというふうに自民党総裁として、市長されるべきじゃないですか、これ、少なくとも自民党のの支部報告書ですよ内閣総理大臣、岸田文雄君。 すで、えー、に修正をした人間については、えー、本人が、えー、事態を最もよく知る関係者として、説明責任を果たすべく、党としても促しております、えー。説明責任を果たすべく努力をしなければならないと考えます渡辺総君、はいまあ、総理、同じようなレベルでの収支報告書の訂正をしている方、他にもいるんですね。次のパネルですけれどもご覧ください 同じく安倍派五人衆と呼ばれていた高木前国対委員長が代表を務める政治団体二十一世紀政権、えー、失礼、政策研究会の令和四年分の収支報告書の訂正を抜粋しました。細かいこと言いませんが、こちらも不明不明不明のオンパレードです。お二人とも、ついこの間まで自民党の幹部だった方がですよね、政調会長として国対委員長として、岸田総理総裁を支えてきた方だと思います。不明を恥じるべきなのは誰ですか 重ねて聞きますが、総理、これが国民の疑問に答え、総理の言うところの丁寧な説明を果たし、政治的な責任を取ろうとする姿勢、そしてそう取り組んだ結果だといえますか内閣総理大臣、岸田文雄君政治資金収支報告書については、今、順次、修正が行われています。そししして基本的には先ほど申し上げました その修正をした、まあ、本人が説明を尽くすこと、これ、党として促しているわけですが、党としても、そういった形で実態を把握するとともに、党自体もこの実態を把握しなければならないということで、党の幹部が外部の弁護士とともに聞き取り調査を行っている、まあ、こうした取り組みを進めています。ここういったことも併せて 実態把握に努め、説明責任を党としても果たしていきたいと考えています渡辺総君。こんな主要部分を不明不明不明と書かざるを得ないという状態がです、ね、正直なところもう単純なミスとは言えない状態ですよね。裏金問題をめぐるそれぞれの方々の説明は、いくら機弁を重ねてみても、保管すべき書類や支出の記録、収入の記録、重ねて残ってなくて。 誤った対応を意図的に繰り返してきた結果なわけですから、これ、ある意味では重過失と言えるんじゃないんですか、その結果として、まともな収支報告書が作れないというのが今の状況だというのを、きちんとお認めになるべきだというふうに思いますこんな状態なら、そもそも派閥から受け取っていた資金を政治活動に使ってきたと、いくら言ってみてもです、ね、裏打ちする。 証明する証拠書類が何もないわけですよ。政治活動に使っていたという証明には全くなりません。証明できない以上は、派閥から受け取っていた資金を個人の雑所得としてきちんと申告して、税務処理するのが責任の取り方としては妥当ではないですか。総理、どういう、そういう対応を指示すべきではないですか。こんな収支報告書の訂正で OK であれば、今後、何でもありということになりますよ。国民から、 国民は増税、自民は脱税などと揶揄されるような状況を是正すべきです、その先頭に総理が立つべきだと思いますが、いかがでしょうか内閣総理大臣、岸田文雄君あの。先ほど申し上げました政治資金収支報告書における、この不明等の取り扱いについては、総務大臣から説明があったと記憶しております。 そして本人が説明責任を果たす。これは第一ではありますが、党としてもこの実態把握に努めて、党としての説明責任を果たしていきたいと思います。そして、納税の必要等につきましては、これは国税が必要に応じて、この調査等対応を行われるものであると、一般論としては、再三、この委員会でも答弁があったと記憶しております。 渡辺総君、まあ、一般論としてでも、今みたいな状況が必要な事態に陥っているということは、ある意味、総理、お認めになったんだというふうに思います、えー、と続いてですね、えー、高知政策研究会の政治資金収支報告書の修正についてお伺いします。私は昨年11月22日の予算委員会で、高知会の政治資金パーティーに関する収支報告書の疑義を指摘しました。総理覚えてらっししゃるでしょうか その際、総理は、パーティーの収入総額が異なる可能性があるのではないかという指摘に対して、派閥パーティーの収入金額総額は変更されることはないと、何度も繰り返しご答弁をされました。しかし、実際はこのパネルをご覧いただきたいんですが、先月18日に収支報告書の訂正を行って、令和2年度分を例にすれば、令和2年10月5日開催の公知会と語る会は、 1億5532万7470円だった売り上げを、1億6428万7470円に訂正しています、つまり896万円収入が増えた形です。本当は当時からこういうことが実態になっているということを分かってたんじゃないですか、<閣>事実と異なる答弁をこの予算委員会でしたことの責任を、総理はどうお考え内閣総理大臣、岸田文雄君。 あの公示会の政治資金収支報告書の訂正については、えー、このすべてのパーティー関連収入は、えー、この決められた銀行口座に入金された一方で、不確かな経理知識会計知識に基づいて、どの議員の紹介によるパーティー兼収入か不明な場合には、 判明するまで収支報告書への記載を保留していたことからこの記載が生じたということであります。あのご指摘のこの896万円の増加については今言った経緯で増加したものであります。 いずれ総額については、すべて、えー、この決められた口座に、えー、この存在いたしますので、えー、変わっておりません。渡辺総君あの引き続きパネルをご覧ください、えー、とこの収支報告書、訂正によってです、ね、さっき言いましたように収入総額百896万円増えました、にもかかわらず、対価の支払いをした者の数は2218のままです。今、総理のご説明でも合致しませんよ。 どっちかかで嘘をついていたということが明らかになりますよな<い>前回の予算委員会でも指摘しましたが、えー、11月の時点で、すでに内容性でミスがあったこともはっきりしています、その分の修正は少なくともあるべきだと思いますし、今回の修正でも販売収入が900万弱も増えているのに、対価の支払いを受けたものの数が全く変動してないのは、確率論的にもほぼありえないと思いますが内閣総理大臣、岸田文雄君。 ご指摘の人数につきましては、これもあの委員会で何度か答弁させていただいておりますが、今、精査を行っているということであります渡辺総君さっきご答弁なさった理屈で言えば、精査している途中なら不明と書くべきじゃないですか、修正したのに事実と違うというのが分かっている数字を残しているということでしょ、う整合性が取れてませんよ、総理内閣総理大臣、岸田文雄君。 これ、修正の仕方でありますが、宏池会としては今申し上げた理由で、修正するべき数字が確定するしてから修正を行う、こうした方針で修正を行っております渡辺総君もう次に進みます、あのはい、水掛け論になるので,で、実はですね、安倍派は大きく売り上げ修正した後に、不明って直したんですよ。 まあ、総理が言うように、考え方の違いというならば、もうそれでこれ以上、詰めませんが、ちゃんと確認をして、正しいことを改めて修正報告すべきじゃないですか、そのこと、ここで約束してください、総理内閣総理大臣、岸田文雄君えとあの。ご指摘の安倍派の収支報告書について、詳細は承知しておりませんが、先ほど申し上げたように、収支報告書の修正が順次行われています。 ええまずは自ら説明責任を果たすべきでありますが、党としてもそれと合わせて聞き取りを今つす進めています。党としても実態把握に努めてまいります。はい、委員長渡辺総君岸田派のことを聞いてるんです。総理が言ったように今確認してるから変えられなかったっておっしゃったじゃないですか。だから確認して正しいことがわかったらちゃんと岸田の収就報告書 修正するとここで約束してくださいと申し上げています内閣総理大臣岸田文雄君はい実態の把握に努めてまいりますえそしてこの実際の数字が確定したならば修正するこれは当然のことであります渡辺総君はいぜひよろしくお願いします次に移ります自民党の所属議員のアンケート聞き取り調査について伺います えー、アンケートについてはあ、回収日が昨日ということになってましたけれども、調査結果をご説明いただけますでしょうか内閣総理大臣、岸田文雄君。はい、あのおっしゃるように、えー、政治資金パーティーに関連した収支報告書の不記載がないかどうかあ、ですから、派閥の政治資金パーティーに関連した収支報告書の不記載がないか、こういったアンケート調査を行い、 そして全、えー、全所,属所属全議員を対象として、昨日を締め切りとしたところであります。これ、週末にかけて内容等について整理、精査した上で、来週早々にも取りまとめることを予定しております渡辺総君、えー、早々に取りまとめたら、われわれ野党や国会に対してもきちんと報告を出していただけますか、約束してください内閣総理大臣、岸田文雄君。 あの当然、えー、説明責任を果たすということの中で、アンケートの結果についても取りまとめを行い、それを明らかにしたいと思います。渡辺べ君来週早々ということですから、国会の議論に資するためには、火曜日の朝市にでもぜひ出していただきたい、そのことを総理、お願いいたしますで、えー。聞き取り調査の方も昨日で終わったということになっております。これも早期ににに国会の議論に資するように ぜひ内容を報告いただきたいと思います<ら>、えー、次のお質問に移ってまいりますが、えー、政策活動費に関してお伺いをします、えー、総理がですね、えー、平成29年以降令和2年までの間に、えー、このパネルに出ていますけれども4年間で8380万円の政策活動費を受け取っていらっしゃったというふうにあの首相国からわかりますが誤りございませんか内閣総理大臣岸田文雄君 あの今、公開されている範囲でお答えすれば、えー、令和2年、令和3年よ、そして令和4年、この3年間についてはあ確認をしております。えー、それ以前についてはあ、ちょっと手元に資料がありません渡辺総君あの自分がもらわれた額の話ですから、公開されている資料、うんぬんではなくて、そもそも管理がどうなってたのかという問題になるかと思いますが、まあ、先にいきます。 えと自民党の政策活動費の仕組みについて、総理に教えていただきたいんですが、この政策活動費の支出の決定権は、誰にあるのでしょうか。また、普通の会社だったり、組織、まあ、立憲民主党もそうですが、まあ、お金が必要になったときには、すいませんが、この分の支出をお願いしますというふうに、請求の手続き等を組織の中の仕組みに沿って行って、出してくださいと言って手続きをするのがお願い、普通です。ところが、その手続きがまず自民党さんの中では必要なのか。 それとも、そういう手続き、お金が必要だという申し出はなくても、一方的に配られるようなものなんでしょうか、ご説明ください内閣総理大臣、岸田文雄君えと政策活動費については、この統制拡大、政策立案、調査研究などのために使うわけでありますが、その、えー、と今の手続き等につきましては、党の内規、 及び観光によって、えー、定められております、えー、その中身に応じて、えー、内規、えー、観光を当てはめて、えー、判断することになります渡辺総君それを教えてくださいと質問してるんです通告もしていますよなぜこの手続きも出せないんですか理解されますか国民の皆さんに,に手続き聞いてるだけですよ岸田文雄君 えー、政策活動費のこの内容に応じて、えー、内規、刊、え、行、ー、が定められています、その内部のこの運営の仕方手続きについては、えー、申し上げることは控えます。渡辺総理控えなくていいですよ、国民の皆さんの疑問にきちんと答えようとしてるんだから、総理が言うように、何に使ったかとか、そういうことを言えと言ってるんじゃないんですよ仕組みを聞いてんですよ、内閣総理大臣。 岸田文雄君それは内容によって、その内規や観光が定まっています、そして内容については、この委員会において再三あの申し上げましたが、いや、内容に関わるということを申し上げています。えー、ですから、それを明らかにすることについては、従来から申し上げているように、プライバシーとの関係、あ,関係あるいは企業の企業秘密、 さらには党としての,この方針が他の政策集団や、あるいは外国に対してこの推察されることになってしまう、まあ、こういったことから、これは控えなければなりませんし、もし明らかにするんであるならば、各党共通のルールに基づいて明らかにするべきであると申し上げております渡辺総理。重ねてもう一度だけ聞きます。支出をする権限は誰にあるんですか。 内閣総理大臣岸田文雄君、これは内容によって内規や慣行が定まっています,、はいすはい、渡辺総君じゃあ、えー、何もわかりませんでした、国民の皆さんが見てらっしゃってどう思うかという問題だと思います。次のパネルご覧ください。えー、これはですね、えー、二階俊博前自民党幹事長が、幹事長の間に質を,質を受けていた政策活動費をまとめてみました。 こうして一覧表にするとなかなかの迫力であります時間がないので年度ごとの説明は省きますが6年間で計162回総計47億9,450万円の支出を受けていらっしゃるということになります1回あたりの支出は30万円から7,210万円までということになりますこれだけのお金の話なので国民の皆さんもあのもちろん野党も含めてかもしれませんが疑義があるから 国民の皆さんも思っているので、最大政党である自民党さんの仕組みを聞きたかったわけですが、分からないままでありました。仕方ありません。では次のパネル見てください。これは同じ二回幹事長が支出を受けた年別の推移であります。また細かく見ていきたいと思います。次のパネルをご覧ください。これは、えー、月ごとの支出額の変化を棒グラフにまとめたものであります。選挙に近い時期、また年末の3か月、特に12月の 支出が極めて高いというのが特徴であります。これは昨日、我が党の藤岡議員が指摘したように、これだけ高額をですね、年内に使い切ることが果たしてできたのかというのを、十二月の支出に関して率直に疑問が残るところであります。総理は自らが使った政策活動費については、税務当局等から聞かれたならば、説明できるようにしてあると、答弁これまでもされていらっしゃいますが、その認識に変わりはありませんか。また、政策活動費の支出を受ける立場の人間、 偉、まあ、い方々ですね、自民党、政党の中でですね、その方々は総理と同様の対応をしておくこと、これは当然のことだというふうに、党総裁として総理はお考えになりますか内閣総理大臣、岸田文雄君。えー、全務当局等から聞かれた場合に、えー、この答えられるようにしておく。 これは当然のことだと思います。私以外のおやや役員についても同様であると認識をいたします、はい、渡辺総君それであればですね、先ほど来資料を示したように、客観的に見て年内に使い切れるような学科も含めて疑義が二階幹事長に対してあるわけですよ。そうであれば、やはり二階元幹事長に支出された金額は適正に使われたのか、まさかとは思うが個人的な蓄財や、 選挙買収の原資になるようなことはなかったかと、確認をしておくのが自民党として健全性を証明する上で必要なことではないですか、確認されたらどうですか岸田内閣総理大臣、岸田文雄君、えー。政策活動費については、総勢拡大をはじめ、 定められた目標のため、目的のために使われているものであります。その認識に変わりはありません。そして、それについて確認しろということについては、これ、内容、内容をこの明らかにすることについては、先ほど申し上げた点において、この考えなければならない点がある、よって共通のルールで明らかにするべきであると申し上げております渡辺私はですね。 えー、二階さんから聞き取って、ここで説明してくれと言ってるんじゃないんです。自民党総裁として、適切になされているのかということを二階さんに聞くという作業をされた方がいいんじゃないかって言ってるんですよ。それもできないという話なんですか。総理、総理は火の玉になってこの問題解決に当たるとかですね、政治資金と金の問題、また改革の先頭に立つというふうにずーっと繰り返されてますけれども、言葉は勇ましいが実態が伴ってませんよ。多くの国民が見てますよ。 被災地の方々も、医療の最前線でコロナやインフルエンザの最前線でやっている医療関係者の方々も、子育て中の親御さんたちも、地方で一生懸命生きている方々も、そして一生懸命働いて納税している皆さんたちも見てますよ、この国会審議。その国民に対して、これぐらいのこと、岸田総理が火の玉になって、二階元幹事長に、前幹事長に、きちんとなされていますね、ということを一言言うということすらできないんですか。 そんなことでこの国の難局をリーダーシップを持ってやっていけるんですか内閣総理大臣、岸田富代君 <laughs>、えー、今回、この派閥の正式金パーティーを通じて、こうした国民の皆さんの不信を買っていること、厳しい目に,さに、えー、厳しい目が注がれているということ、このことについては、この、えー、反省し、お詫びを申し上げております。そ、えー、そしてて、えー、の、えー、経緯については 実態把握に努めてままいりますそして、それと合わせて、今、さまざまな課題についてご指摘があります。政策活動費もその一つなのかとは思いますが、これについては、従来のルールに基づいて行われているわけでありますから、 このルールを変えるというんであるならば、ぜひ各党、各会や会派や共通のルールを定めるということで、議論をするべきだと申し上げております。今回の不祥事における、この実態把握と、それをこの再発防止のためにどう対応するのか、政治資金規正法等の改正については、自民党としてもこれ、真摯に対応してまいります。 それと合わせて他の部分につきましては、共通のルール、改めて議論するということであるならば、それは議論すべき課題であると思います渡辺君私はあの聞けないんですかと確認されたらどうですかと、自民党の中のガバナンスの問題を考えてもと言っただけです。まあ、もう残念な答弁なんで、これ以上やりません。えー、少し長いですが、ある発言を読み上げます。 法のもとの平等に照らし、政治家に対する措置は甘いのではないかという国民の批判が高まっています。また、何らかの理由で捜査が不十分で、資金の流れの徹底解明が十分に行われてこなかったのではないかなど、今回の事件に対する検察の対応に対しては、多くの国民が疑問を持ち、批判が出ています。検察庁幹部からも、検察官が格段の理由なしに国民が知りたい、聞きたいと思っていることについて尋問しないというのは、重大な任務違反になるとの指摘があるほどです。えー 検察司法に対する信頼に関わる問題だけに深刻であります。これか、これらの点を明らかにしない限り国民は納得できないと思います。まさに今の国民の気持ちを代弁しているような発言ですが、これ、今から三十一年前、平成四年十一月四日の衆議院本会議の議事録です。発言者は公明党の委員長であられた石田幸志郎議員です。代表質問において、東京佐川急便事件に端を発した金丸事件が国民の批判に を買っていることを大変厳しく危惧していらっしゃる演説で、えー、さらに今、今国会では、全、えー、議員が祝前として襟を正し、この腐敗事件に真相究明を行い、政治改革を何としても待たなければならないと強く決意を語っています。もう総理は93年の選挙初当選でいらっしゃいますから、金丸,金丸事件のこと、説明不要だと思いますが、えー 政治資金規正法として事件が十分に成り立たず、その後脱税が発覚して、その間は国民の怒りが大きく上がってきました。これは当時の新聞記事のパネルを並べたところでありますけれども、ぜひ世論がこんな流れになるような不幸なことにはしないでいただきたいと思います。総理は本気で真相解明のためにできるすべての努力をし、捜査当局や税務当局もきちんと国民の抱える怒りに、えー、受け止めるのが今重要なことだと思います。えー、国民は増税、自民は脱税というような 国民の不安の声が渦巻くことがないように、岸田総理は考えられるすべての措置、対応をすべきではないかというふうに思いますが、総理の姿勢をお伺いしたいというふうに思います内閣総理大臣、岸田文雄君はいあの今回の事態について、改めてお詫びを申し上げるとともに、法的責任、もちろん当然、この関係者は果たさなければいけませんが、それだけではなくして、政治の立場から、 説明責任と、そして政治責任について、えー、考えていかなければなりません、えー。本人の説明責任を果たす、これはもう基本ではありますが、党としてもこれ実態把握に努め、そして、えー、説明責任、政治責任について、えー、党としてもも、えー、対応を行ってまいります。じゃあ、渡辺総君。はい、総理が。 火の玉になると、自らおっしゃった本気度をですね、ぜひ十分に示して対応いただきたいと思います。以上で終わります。これにて、一人君、野間君、渡辺君の質疑は終了いたしました。